1977年の北も尻駅と周囲約500メートル範囲。右下が名寄方面。島式ホーム一面二線のほか、駅舎側に朱鞠内側から貨物線が引き込まれている。この貨物線はホーム外側の本線に防線化された後も撤去されず残されていた。ストックヤードは駅舎横の名寄側がかつて利用され、 多くの木材が望みされていた時期もあったが、すでに長年使用されずに臭むしており、保線車両用の白く長い車庫がその前に設置されている。駅裏には、補給用蒸気機関車の転車台跡のくぼみが残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北もしり駅は、北海道宇流群滅かない町わざぼし里にあった。 北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃線に伴い1995年9月4日に廃駅となった。当駅の所在する地名、母子、里寄り。根室本線に同音の文字利駅がすでに存在したため、北を冠した。地名はアイヌ語の母尻雲内の前半部分に由来する。当地は北海道大学農学部流演習林の モシリウン内事業区に属し、1928年に、円周林が、植民地区画を行って、刺激植民地と名付けた。その後最初の植民が行われ、その中の若い家族に、子供が生まれたことから、当地の監視所職員がこれを記念して、植民地名を、母子、里と改名し、1930年の村議会で、正式な地区名となった。廃止時点で、 島式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。その他深川方から駅舎側に分岐し、駅舎東側の旧貨物ホームへの行き止まりの側線を一線、有していた。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅で、駅舎側が下り線、外側が上り線となっていた。使われなくなった。 駅舎側の一線は、交換設備運用廃止後は撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、構内の北側に位置し、構内踏切で側線及び急下り線跡を渡り、ホーム西側とを結ぶ通路で連絡した。当駅所在地は1978年2月に、 氷点下41.2度という戦後の公式日本最低気温を記録したことで有名であり、真冬は氷点下30度以下になることも多かったが、当駅設置の温度計は氷点下30度までしか計測できないものであった。その後、同年3月に国鉄総裁の高木文雄が当駅を訪れた際に、その話を聞き、後日氷点下60度まで測れる寒暖計を特注して、 当駅とシュマリナイ駅に贈呈している。当駅待合室に駅ノートがあり、体感体験に訪れた人々の思い出が記されていたとのことである。廃駅後しばらく駅舎が残っていたが1998年に解体され、跡地は NTT の携帯電話中継の基地局となった。また、プラットフォームは2000年時点では残存している。 2011年時点でも同様で、ルポルタージュによると美味しげる雑草にうずもれていたという、ありがとうございます。